8時になりました。明日1月23日火曜日に向けた株式投資についてお伝えいたします。まずは概況、以後に発表された有望 IR、 その他の IR、 本日の増配株、昨日発表された IR の値上がり率ランキング、本日のストップ高ストップ安、本日の値上がり率値下がり率ランキング、明日反発期待の本日の急落銘柄、新規上場スケジュール、株式分割スケジュール、決算スケジュール、配当関連情報、明日のデイトレ候補、需給が軽く上がりやすい銘柄、トピック、逆張り候補、順張り候補、今日の気になるチャート、リバ取り候補、空売り候補、本日のバッド IR の順でお伝えいたします。まずは概況です。ダウ、ナスダック、日経ともに上げとなりました。ダウは395ドルの上げ、プラス 1.05%。ナスダックは255ポイントの上げ、プラス 1.70%。日経は583円の上げ、プラス 1.62%。1ドルは148円03銭。引き続き148円台で推移しております。午後2時時点での東証プライムは、値上がりが1454銘柄、値下がりが170銘柄、変わらずが34銘柄、8割近い銘柄が上がった状況です。アメリカの方は前日に続き TSMC の工業績見通しで AI 向け需要への拡大期待から半導体関連やハイテク株が買われております。ダウは2週間ぶりに市場高値を更新しました。S&P が2年ぶりに市場高値を更新しています。トックス指数は 4% を超える上昇で過去最高値を更新しています。日本の方は日経が 36,500 円台をつけ、バブル期の1990年2月以来33年11ヶ月ぶりの高値となっています。アメリカ国債10年ものの利回りは引き続き 4.1% 台で推移しています。日本の方は上昇し 0.66% 台で推移している状況です。ドル円は引き続き148円台で推移しています。業種別株価指数はほぼ全面高の状況です。不動産、保険、ゴム製品が 2% を超える上げとなっています。パルプ、紙と石油石炭の2業種のみ下げておりますが、下げ幅は 0.1% ほどで、そう大きくはありません。ただし、紙パルプは5連敗の状況になっています。売買高ランキングの方も全面高の状況です。1位のレーザーテックの売買代金は、これで77日連続で2000億円台を確保しています。半導体はソックス指数が 4% を超える上昇で過去最高値を更新したことで軒並み買われております。経済スケジュールの方はいよいよ日銀の決定会合が明日に迫ってきました。また事前にリーク記事が出て大騒ぎになるかもしれません。NISA ランキングの方、更新いたしました。注目ポイントは、日本株の第9位に、桜インターネットが入ってきたところです。詳細は、こちらの動画をご参照ください。次に、引け後に発表された有望 IR です。まず、ジャパニアス。ジャパニアスは、AI、IoT、クラウドなどの先端エンジニアリング事業を行う会社です。経常利益20億円を目指す中計が発表されました。オンサイト型開発支援のチーム体制の強化や新たな職種、分野の着手による新規市場への進出、全国エリア展開の加速などを図り、最終年度に売上高200億円、経常利益20億円を目指すとしている。こういった内容です。本日の株価は
3385円、出来高は4万7000株です。この4万7000株の2倍くらいですが、10万株の信用改ざんがある状況です。1年の株価の動きは1月4日に2201円ですので、ここら辺の位置です。一方、4月4日に3880円ですので、かなり高い位置です。ここら辺の位置です。直近はゴールデンクロスを経た上げトレンドでの今回の IR です。株価はやや割高で、配当も良くありませんが、稼ぐ力は高い会社です。信用買いが多いという点はご注意ください。次に三栄です。三栄は給水栓金具の大手です。今期経常を 33% 上方修正、3期ぶり最高益更新という発表がなされました。24年3月期の連結経常利益を従来予想の 13.5 億円から18億円に 33.3% 上方修正し、増益率が 49.0% 増から98.7% 増に拡大し、3期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。今回の理由としては、値上げと販売ルートの拡大となっています。本日の株価は3570円。出来高は2700株です。この2700株の3倍くらいですが、7900株の信用改ざんがある状態です。1年の株価の動きは1月16日に2666円ですので、ここら辺の位置です。そして1月11日に3540円ですので、ここが最高値ですが、本日3575円つけておりますので、本日が年初来最高値です。直近はこのように25日線をサポートラインとした上げトレンドでの今回の IR です。PBR は1倍割れで、PER を加味しても割安ですが、配当は低めで時価総額も低い状態です。板薄であるという点はご注意ください。次にその他の IR です。本日 IR8 件出ております。上2つが今お話した内容です。この他に合わせ石が 55% 減益に下方修正、スーパーツールは 28% 減益、ウェルスナビは 2.4 倍の上方修正、A バランスはインゴット、ウエハ工場の建設開始、アルテプロは赤字転落、新バイオは第三者割当の増資が発表されています。本日、増配株はありませんでした。次に、昨日発表された IR の値上がり率ランキングです。値上がり率第1位は日本エコシステムでした。株主優待の新設を発表したことにより、前日比 23.8% の株価上昇。本日、寄りからストップ高でしたので、寄り引けでの差はありません。第2位はクッピーズ。TOB を発表したことにより、前日比 22.3% の株価上昇。本日、寄りからストップ高でしたので、寄り引けでの差はありません。そして第3位がグローバルセキュリティ。増配を発表したことにより、前日比 15.3% の株価上昇。本日、寄りで買って引けで売ると、9.2% の利益となっておりました。4位以下、ご覧の結果となっております。次に本日のストップ高とストップ安です。本日、ストップ高、8件出ております。MK システム、ジグソー、IBC、グッピーズ、アベジャ、AHC グループは2日連続です。そして、イクヨ、日本エコシステム。このうち MK システムは、子会社が NTT ヒューマネクスと業務提携したことによるものです。ジグソーは後ほどお話しいたしますが、AWS の日本での巨額投資計画で思惑買いです。そしてグッピーズは TOB です。
AHC グループは増益です。日本エコシステムは株主優待の新設です。こちらがそのジグソーの件ですが、本日昼頃に発表された記事です。昨日も同様の内容をお話ししております。AWS の 2.26 兆円投資を引き続き材料し、技術支援サービスを手掛け、クラウドサービス大手のアメリカ、AWS が23年から27年までの5年間で149億ドル、約2兆2600億円を日本の事業に投資すると19日の記者会見で発表したと報じられ、引き続き買い材料視されている。ジグソーは AWS のアドバンストコンサルティングパートナーで、AWS の監視、運用、管理の負荷を軽減できる技術支援のサービスなどを手掛けていることから、関連銘柄として物色が続いているようだ。こちらがジグソーのチャートですが、昨日一回このように上げ、本日は窓を開けてこのようにストップ高までプラス 14.96% の上げとなっています。次にストップ安です。本日ストップ安1件出ております。サンバイオについては薬事食品衛生審議会での議題に上がらず、承認取得への懸念で売られています。その内容がこちらですが、トレーダーズウェブの記事です。サンバイオ売り気配、2月開催の審議会に SB623 の議題上がらず、サンバイオが売り気配、厚生労働省の薬事食品衛生審議会が22日、2月5日に審議会を開催すると発表したことが材料視されている模様。公表された資料では、同社が開発している国内 SB623 慢性期外傷性脳損傷プログラムが議題に上がらなかった。同社は同プログラムの承認取得目標時期を2024年3月としているが、株価は承認取得への懸念から売りが出ているようだ。こういった状況です。この発表ですが、こちらは本日の1日の1分足でのチャートです。発表で落ち込んだのがこの14時半くらいですので、知らないホルダーも多いかと思われます。サンバイオはこのように年明けからずっと下げトレンドで苦しい状態での今回のバッドIRになっています。次に本日の値上がり率。値下がり率ランキングです。値上がり率第1位は MK システムでした。前日比 24.9% の株価上昇。第2位はイクヨ。前日比 24.6% の株価上昇。第3位は日本エコシステム。前日比 23.8% の株価上昇。値下がり率第1位はアマナ。前日比マイナス 16.7% の株価下落。第2位はサンバイオ。前日比マイナス 15.9% の株価下落。第3位は現代エージェンシー。前日比マイナス 9.0% の株価下落でした。次に明日反発期待の本日の急落銘柄です。2つあります。まずデータセクションが前日比マイナス 8.59% の急落。そして iSpace が前日比マイナス 4.96% の急落。もちろん続落する可能性もあります。まずデータセクションですが、このように急騰し、昨日、本日、大きな陰線をつけてマイナス 8.59% の下落となっています。データセクションのこの下落の原因は、マスター措置の開始が影響しています。そして iSpace。iSpace このようなチャートになっていて、本日急落の原因はわかりませんでしたが、
マイナス 4.96% の下げとなっています。次に新規上場スケジュールです。2月3件が予定されております。トライズは明日から抽選申し込み受付開始です。そしてベリタスインシリコは水曜日から抽選申し込み受付開始になっています。そして2月22日上場でブレインソリューションが予定されています。次に株式分割スケジュールです。スギホールディングスが抜けていた件、ご連絡ありがとうございました。全然気づいておりませんでした。改めて更新いたしました。2ページあってこのようになっております。そしてこちらが2枚目です。例年3月は非常に株式分割が多いので、2月に入るともっとたくさん出てくるかと思われます。次に決算スケジュールです。いよいよ今週末からまた決算ラッシュが始まります。今週来週の主な決算、このようになっております。明日は4件が予定されております。東証は3件のみです。場中13時に羊毛システムズ、引け後になるとコメリ、OB システム、このうちコメリは貸借倍率 0.27 倍で空売りの方が多い状態になっています。2週間分の決算スケジュールと全データはこの動画をご参照ください。次に配当関連情報です。1月の高配当ランキング、年間配当金での利回りランキング、このようになっています。単月配当金での利回りランキング、このようになっています。2月の高配当ランキング、年間での配当金ランキング、このようになっています。単月配当金での利回りランキング、このようになっています。通年での高配当ランキング、全体ではこのようになっていて、プライム市場で売買代金100億円以上の銘柄ではランキングこのようになっています。詳細はこれらの動画をご参照ください。次に明日のデイトレ候補10選です。明日、場中で大きな値動きをしそうな銘柄としては、ウエストホールディングス、MK システム、グローバルセキュリティ、サイバーセキュリティ、東洋合成工業、モンスターラボ、アベジャ、ゼンホレン、AHC グループ、松屋 R&D、このあたりが明日のデイトレに向いてくるのではないかと思われます。次に、需給が軽く火がつけば上がりやすい環境の銘柄です。こちらについては明日更新の予定をしております。次にトピックです。本日、配当トップ銘柄赤字転落という話と、東洋タイヤ文集法を全面否定、ディスコが決算前に上振れ報道、そしてアイドマホールディングス、レーティングで大幅高、この4つについてお話しいたします。まず、こちらが現在の利回りランキングです。1位はダントツでアルデプロになっています。そのアルデプロですが、本日5時の発表ですが、非開示だった上期最終は赤字転落という発表が出てきました。24年7月期第2クォーター累計の業績予想は、連結最終損益が 19.8 億円の赤字、前年同期は 1.8 億円の黒字に転落する見通しと発表した。こういった状況です。発表された資料を見る限りは、予告されていた配当計画の見直しについては、今回は、記載はありませんでした。そのアルデプロですが、このように引き続き下げトレンドの状況になっています。次に、東洋タイヤの件です。文集法について全面否定の IR が出ております。こちら拡大するとこちらになりますが、当社自動車部品事業に関わる取引上の事案について、2024年1月19日の一部報道で
不正の疑いが指摘されていますが、当社の自動車防振ゴム部品供給取引においてそのような事実はございません。きっぱりと否定しています。東洋タイヤの方、昨日は文春法でこのように 13% を超える下げとなりましたが、本日はだいぶ戻してプラス 6.08% の上げとなっています。そして次にディスコです。ディスコは決算前に上振れ報道が出ました。これはロイターの記事です。今朝方9時37分です。ディスコが昨年来高値、4月から12月期の営業利益が予想上振れとの報道。ディスコが一時 2.9% 高まで上昇し、昨年来高値を更新した。午前9時33分現在は上げ幅を縮小し 0.3% 高となっている。日本経済新聞が20日、同社の2023年4月から12月期の連結営業利益が770億円程度と従来の会社予想を40億円近く上回ったことが分かったと報じ、手がかり材料となっている。日経新聞によると、生成 AI や EV 向けの高性能半導体を製造する装置需要が旺盛だという。市場では決算の観測報道が好感されていることに加えて、春の日経平均株価の定期銘柄入れ替えで新規採用候補として同社を予想する見方が多く、思惑で買われている面もあるのではないかとの声が聞かれた。ディスコの決算はあさって1月24日水曜日です。株価の方、このように推移しています。3ヶ月チャートです。ずっとこのように踏み上げチャートのような形で上げてきており、本日は 0.56% の上げとなっています。そして、アイドマホールディングス。こちらについては、レーティングで大幅高になっています。アイドマホールディングス、大幅に3日ぶり反発。SBI 証券が目標株価8000円で買い継続。みずほ証券などの保有割合拡大。大幅に3日ぶり反発。SBI 証券が目標株価を8000円とし、投資判断を買いで継続している。同証券は24年8月期第1クォーターについて減益発信だが、実態は問題ないと見るなどと指摘。目標株価が19日終値、1860円を大きく上回っていることから、買い優勢となっている。また、みずほ証券などの保有割合が 6.42% に拡大したことが変更報告書で明らかになっている。報告義務発生日は15日。こういった内容です。アイドマホールディングス、3ヶ月チャートこのようになっており、本日プラス 8.49% の大幅な上げで引けております。次に今日の気になるチャートです。本日上げてる株、トレンドに乗る順張り向けとして、東京エレクトロン。こちらは2月9日に決算発表を予定している銘柄です。そして下げてる株、反転狙いの逆張り向けとして、ネクソン。こちらは2月8日に決算発表を予定している銘柄です。まず、東京エレクトロン。東京エレクトロンのチャートですが、このように10月末から上昇を開始し、10月27日の 19,265 円から 50% 近く上昇し、前日で年初来高値を更新している状態です。東京エレクトロンはこのコマーシャルでもご存知の通り、アプライドマテリアル、ASML に次ぐ世界第3位の半導体製造装置メーカーです。コーター、デベロッパーとウェハープローバー、ガスケミカルエッチングは
世界第1位です。東京エレクトロンデバイスは連結対象から外しています。主要取引先はインテルと TSMC、そしてサムソンです。売上高と営業利益については順調に伸びていましたが、2024年については減収、そして減益の見込みになっています。売上の、区分については、このようにフラットパネルディスプレイの製造装置も作っておりますが、96.1% 半導体の製造装置で、ほとんど半導体製造装置のメーカーになっています。利益率で見ても、フラットパネルディスプレイの方が利益率 1.98% に対して、半導体製造装置は 32.31%、非常に高い利益率になっています。事業セグメントの推移ですが、利益率が高く、メインの半導体装置、こちらの売上高が急速に伸びている状況です。国別の販売せ、売上セグメントについては、中国の売上が非常に高く 23.9%、次いで台湾が 19.6%、韓国が 16.2%、中国の、売上比率が高いという点は、中国で設備投資が鈍っていますので、この点は懸念されるところです。国別の売上推移ですが、このように、やはり中国での売上が鈍化してきているところです。一方、台湾は伸びており、韓国については低下している状態です。配当については、伸びていた配当は2024年は減配の見通しになっています。現在の利回りは 1.2% 前後です。こちらが前回11月10日に発表された決算です。今期計上を 2% 上方修正、配当も20円増額、24年3月期第2クォーターの連結計上利益は前年同期比 48.7% 減の1812億円に落ち込んだ。しかしながら、合わせて通期の同利益を従来予想の3950億円から4040億円に 2.3% 上方修正し、減益率が 36.8% 減から 35.4% 減に縮小する見通しとなった。業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の320円から340円に増額修正した。7月から9月期第2クォーターの連結計上利益は前年同期比 58.3% 減の982億円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の 32.8% から 22.5% に大幅低下した。こういった内容です。こちらが経常利益の進捗状況です。第1クォーター、第2クォーター、それぞれ進捗率は 20.6% と 44.9% ですから、遅れ気味の状態です。第1クォーターについてはコンセンサスを下回っていましたが、第2クォーターについてはコンセンサスを上回っている状態です。決算発表の翌日、コンセンサスを上回った上方修正と増配で、このように株価は窓を開けて上昇し、プラス 1.7% の上げとなっています。直近3ヶ月の信用取引状態は、一見信用買いが多く、需給が重いように見えますが、1日の出来高が400万株ほどありますので、さして大きな問題ではないかと思われます。本日の株価は 28,700円、出来高は430万株です。こちらは2022年、2023年、2024年の売上高、経常利益、
最終利益、一株利益、一株配当の見通しです。このように減収、減益で減配の見通しとなっています。株価はかなり割高で、配当も低いところですが、稼ぐ力は高めです。需給は可もなく不可もない状態になっています。テクニカルはパラボリックは上げで点灯、マックリーは上昇トレンド、RSI はかなり過熱気味です。ボリンジャーバンドはバンド幅を拡大し、プラス3シグマで推移している状態です。怖いほど強い印象を受けるチャートです。次にネクソン。こちらは下げてる株、反転狙いの逆張り向けのお話です。ネクソンのチャート、このようになっており、12月7日から崖のような急落で、12月7日の3278円から1ヶ月で 39% もの急落状態になっています。ネクソンは韓国 NXC 系列の大手オンラインゲームの会社です。韓国、中国を中心に日本、北米、ヨーロッパのグローバル市場向けにゲームの開発、ライセンス供与、配信、販売を行っています。こちらが売上高と営業利益の推移です。2022年に若干のへこみはあるものの、売上高、利益ともに順調に成長しており、大幅な増収増益で最高益を見込んでいる状態です。こちらが売上セグメントの状態ですが、韓国が 63%、そして中国が 20%、日本は 3% しかない状態です。ついで中国が 20% を占めているというのが一つのポイントになります。配当はこのように無配に転落していた時期もありますが、現在は順調に伸びていて、現在の利回りは 0.4% 前後です。こちらが11月9日に発表された決算です。期待値だった今期最終は 23% 増で4期ぶり最高益更新。23年12月期第3クォーター累計の連結最終利益は前年同期比 4.2% 増の1124億円に伸びた。合わせて期待値だった通期の業績予想は連結最終利益が前年同期比 23.4% 増の1238億円を見込み、4年ぶりに過去最高益を更新する見通しを示した。7月から9月期、第3クォーターの連結最終利益は前年同期比 14.6% 減の351億円に減ったが、売上営業利益率は前年同期の32.3% から 38.5% に上昇した。こういった内容です。経常利益の進捗状況は、第1クォーター、第2クォーター、第3クォーター、それぞれ進捗率は 39.3%、62.6%、91.5%、非常に好調な進捗になっています。第1クォーターはコンセンサスを大幅に上回っており、このペースであれば、通期のコンセンサスも余裕で達成できそうな数値になっています。決算発表の翌日、増益の決算発表で株価はこのように窓を開けて 3.7% 上昇いたしました。ところが、こちらは12月15日の記事です。ネクソンが急落、中国当局によるオンラインゲーム管理強化が伝わる。ネクソンが急落している。アメリカブルームバーグ通信がこの日、中国の国家新聞出版所は22日、オンラインゲームへの過度な支出のほか、ゲーム利用を促すリワードを
低減する方針を示したと報じた。ネクソンに対しては中国当局によるオンラインゲームの管理強化が収益を押し下げる要因となるとの見方が広がり、売りを促しているようだ。中国でモバイルオンラインゲームの企画、開発を行う子会社を持つクラブも大幅安。光栄テクモホールディングスが軟調に推移している。このようなことが12月15日に発生しました。そして12月24日にもさらに報道が続いています。中国がオンラインゲーム規制強化、ガチャも禁止。香港市場では株価急落。中国政府がオンラインゲームへの依存を問題視して規制を強めている。国家新聞出版総局は22日、利用者がゲームを毎日続けたときに特典を得られる仕組みのほか、国家の統一や安全を危機にさらすコンテンツなどを禁じる包括的な規制案を発表した。中国では未成年者を対象にゲームの利用を制限しており、規制を強化する。規制案は来年1月下旬まで意見募集を行い、法制化する見通しだ。ガチャと呼ばれるオンラインゲームで入手できる有料くじの提供も禁止した。規制案の公表を受けて、22日、香港株式市場ではゲーム大手の業績が悪化するとの懸念から各社の株価が下落した。このようなことが12月23日に発生しました。この時ですが、こちらが12月22日の株価の状態です。株価は大陰線となり、マイナス 11.9% の大幅安となっています。直近3ヶ月の信用状況は、このように通常300万株ほど出来高が ある銘柄にしては、空売りも信用買いも非常に少ない状態です。需給については軽い状態と思われます。しかし、JP モルガンが、1800万株も空売りを入れているので、この影響は大きいかと思われます。本日の株価は 2302.5 円、出来高は330万株です。3年間の業績見通しは増収、増益の見通しとなっています。株価はゲーム企業としては割高ではありませんが、配当は低い数値になっています。稼ぐ力は高く、時価総額と自己資本比率も高い企業です。需給は非常に軽い状態になっています。テクニカルについては、パラボリックは下げで点灯、マックリーは下げトレンド、RSI は30近辺で推移しています。ボリンジャーバンドはマイナス2シグマのバンドウォーク状態になっています。まだ下げ圧力が感じられるチャートです。2月8日の決算で、中国影響がわかるかもしれません。次に本日のバッド IR、アワ製紙についてお話しいたします。こちらが本日引け後に発表されたアワ製紙の決算です。今期計上を 1.55% 減益に下方修正という発表がなされました。アワ製紙は自動車エンジン用フィルターと水処理関係の特殊紙メーカーです。24年3月期の連結計上利益を従来予想の4億3000万円から1億5000万円に 65.1% 下方修正し、一転して 55.2% 減益見通しとなった。今回の理由としては、中国経済の低迷による在庫調整となっています。本日の株価は603円、出来高は57万株です。この57万株とほぼ同じくらいですが、60万株の信用買い残がある状態です。1年の株価の動きは
1月4日に321円ですので、ここら辺の位置です。そして1月26日に940円ですので、ここら辺の位置かなり高い位置です。このように1月6日に原因不明の急騰した経緯があります。現在、増短期制中です。時価総額が低く、株価もかなり割高で、配当もない状態です。稼ぐ力も低い状態になっています。明日に向けた株式投資についてお伝えいたしました。高評価、チャンネル登録いただけるととても嬉しいです。よろしくお願いいたします。